よろしいですか。はい、皆様おはようございます。官邸は閣議と閣僚懇でございました。私から冒頭申し上げます。総務省では国家戦略でありますインフラシステム輸出の一環として、これまで、ロシアのほか、ミャンマー、ベトナムなど ASEAN 各国を中心に日本の優れた郵便システムの国際展開を、推進しています。我が国の郵便システムは日本企業の優れた知見に支えられた品質の高さで、世界から大変高い評価をいただいております。でこの度、タイ、インドネシアなど対象国を拡大しまして、諸外国の郵便局の発展に資する関連サービスに関する提案を、広く募集することとなりました。ぜひ、多くの皆様のさまざまなお知恵をお借りしたく、幅広くご応募いただきたいと思います。詳細につきましては郵政行政部郵便課国際、企画室にお問い合わせをください。私からは以上でございます。幹事社の共同通信です。一問質問させてもらいます。通常国会提出法案の検討が進んでいると思いますけれども、現段階での検討状況はどうなっているかお教えください。はい、まず1月4日に提出しました補正予算関連の地方交付税法の一部を改正する法律案の成立に向けては全力を尽くしてまいります。その他提出を予定する法案といたしましては、税制改正や地方財政対策に対応する地方税法、地方交付税法等の改正法案、参議院選挙に向けました執行経費基準法と投票環境向上のための公選法の改正法案、サイバーセキュリティ演習の実施拡大等に向けました NICT の業務範囲の見直しに関する法案、昨年の通常国会で成立しました個人情報保護法の改正法を踏まえた行政機関等の個人情報の取り扱いについての法案などについて、検討を進めております。準備が整い次第順次国会に提出して、ご審議をお願いしていきたいと存じます。幹事社から以上です。各社さんどうぞ。よろしくお願いします。 TBS の元井です。レンタル携帯についてちょっとお伺いします。レンタル携帯を使った詐欺などが近年増加している状況の中で、今レンタル携帯のまた貸しなどに規制がないような状況だと思うんですけれども、このレンタル携帯の問題規制について政府としてどのような問題意識を持たれているかということと、あと今後どのような対応を考えているかということをお願いします。はい、昨年末に警視庁からも、詳しい、発表がございました。かなりこの携帯レンタル、レンタル携帯によるですね、詐欺事案が多発しているようでございます。で、携帯電話不正利用防止法はレンタル事業者に、契約締結の際の本人確認義務を、課しています。で、このレンタル事業者が同法に違反して本人確認を実施していない場合には直ちに刑事罰を負うと、いうことになっています。で、これまでもですね、この本人確認を徹底、していただくようにということで、携帯電話事業者に対しまして、促してまいりました。引き続き携帯電話事業者に対して、本人確認体制の確認のさらなる徹底、それから本人確認が適切に行われなかった回線の役務提供拒否の迅速な実施を求めてまいります。ただし本人確認を行ったとしても、その本人確認、の場合にですね、相手方犯罪者、かもしれない方が提示した、身分証明書がですね、偽造であったり、またそれをまた貸しされてしまって犯罪に、悪用されてしまうと、いうケースも想定されます。これは総務省だけでは対応できませんが、関係、省とも協議をしながら、さらに、対策を考えてまいらなきゃいけない点だと考えております。その方がよろしいですか。じゃあお疲れ様でございます。